三叉戟の成松です。でおそらくですね、あのゲノム関係者がほとんどなんで、盗作って何っていう人がたくさんいると思うので、簡単にやります。2時間時間がないんで25分で終わるようにやります。まずあの我々が目指しているのは、まあ、ゲノムからプロテオーム、今、まあ、プロテオミクスが非常に盛んですが、実は血清中のタンパクはアルブミン以外ほとんどが糖タンパク質です。アルブミンって極めて珍しいタンパクで、糖素がついてないのになんで血清中にあんな高濃度に溶け込むんだろうというぐらい珍しいタンパクです。それから細胞表面、皆さんあのシグナルトランスダクションとか増殖とかですね、いろいろやってますが、細胞膜タンパク 100% 近く糖タンパク質です。で、例えばリセプターを見つけましたっていうんで、タンパクで物事を考えてますが、それは全部糖タンパク質で、実は糖素の部分がリセプター機能として非常に重要なわけです。というようなことを知らないでやってても、まだできるのがプロテオームの学問なんで、我々はその先の糖タンパク質というのを、グライコプロテオームという概念で網羅的にやるということを宣言、10年前に宣言したわけです。で、ややこしいんです。糖素っていうのは同じタンパク質でもついている位置によって構造が違います。それからコロ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 構造が変わります。非常にヘテロジェネイティがあります。イメノグロブリンってモノクロナル抗体だと思ってて、一種類のタンパクだと思ってますが、あれ糖鎖の構造を見ると三十何種類の糖鎖のヘテロジェネイティがあります。モノクロナル抗体っていうのはタンパクのレベルのモノクロナル抗体、糖タンパク質まで考えると決してモノクロナルではないというわけです。で、糖鎖はもちろんあのタンパク質がですね、糖転移酵素という酵素、あの糖鎖合成は全部酵素反応です。糖転移酵素という酵素反応です。でこれが人間では200種類近くあるということがもうすでに分かってます。で、細胞の中のゴルジ装置小胞体で、タンパクが合成された後、糖鎖がどんどんと転移されていきます。それで分泌されたり細胞膜に行ったりするわけです。でこれあの私いつもイメージしている話なんですが、糖鎖っていうのは何を反映するかっていうと、細胞の成熟度を見事に反映します。だから非常に未熟な細胞から成熟した細胞の中で衣服を入れ替えて、着物を入れ替えて、構造がガラリと変わってきます。これ何に使えるか、ガンマーカーに使います。それからステムセルマーカーに使います。いろんな細胞成熟を反映するマーカーに使います。それから、個体差があります。臓器特異性があります。同じタンパク質でも脳で作られるのと肝臓で作られる、これトランスファリンは実は脳でも作られるんですが、糖鎖構造まるで違います。何に使えるか、臓器特異的な疾患のマーカーに使います。それからですね、個体差、これ有名なのは血液型です。 ABO です。それから ABO に限らず類似式、II式、P 式といった個体差のある糖鎖構造があります。これはジェネティックに親から子へ伝わっているんです。というようなことで、糖鎖っていうのは非常にいろんな面でバイオマーカーとしての資質を有します。で、12年前から三叉戟に移って、まず遺伝子のプロジェクトをやって、構造解析のプロジェクトをやって、今機能解析のプロジェクトが、去年の地震とともに終わりました。で、今はもうお金があんまりないです。で、私ももう疲れたので、ここまで十何年やってきたものすごく膨大なデータをとにかくデータベースとして世に残そうというふうな思いつきで、このゼイスティのプロジェクトに参加させていただいているわけです。で、プロセスを言いますと、まず糖鎖を合成する遺伝子を捕まえないと研究が進まない。これやりました。3年でやりました。それからこれ酵素ですので、全部リコンビナントにするとスタンダードの標準品の糖鎖が自ら合成できる。構造の分かった糖鎖なんて世の中に市販してません。ですから自ら合成したわけです。で、標準品ができると、じゃあそれを構造解析するにはどういうテクノロジーが必要か、テクノロジーを自ら開発しましょうということで、テクノロジーを開発しました。で、こういうふうに遺伝子が分かって合成できるようになって、構造が解析できるようになれば機能に入りましょう。で、まずはバイオマーカーを開発しましょうというプロジェクトが進んだわけです。で、これは遺伝子のクローニングされた推移です。1986年、これ私が PNS にファーストオースターで最初に発表しました。で、その後今
200種類近く捕まっててもほとんどサチュレートしてまして、おそらく人間ではもう、これ以上ないでしょうというところまで来ています。でこれはこの成果はですね、このプロジェクトの成果は、自ら遺伝子クローニングして酵素の基質特性決めましたので、インビトロで全部決めましたので、そういった諸々のデータはデータこの NBDC のデータベースの中に公開しております。で、例えばこれはですね、こういう400個ぐらいのアミノ酸の中にアミノ酸のモチーフがあるんですね。でこれ非常に低いホモロジーなんですが、こういうホモロジーを持つ遺伝子を全部引っ張り上げて全部基質特異性解析をしました。これは当転移酵素の中のほんの一部のサブファミリーなんですが、ここに文献書いてあるのは我々のグループが全部発見して全部基質特異性解析をやって発表した遺伝子です。で、たくさんあります。でこれらをグライコジン当転移酵素データベースとして公開しております。で、単なる遺伝子配列だけじゃなくて、もろもろのですね、例えば基質特異性とか、これをどれぐらい使ったらどういう構造ができるとか、そういう情報を網羅しております。で酵素がもうほとんど人間の場合分かったので、糖鎖が合成できます。こういうふうに非常にバラエティになる糖鎖が合成できます。これ標準品として使えるわけです。でこの時にですね、こういうのが売れるかと思ってベンチャー立ち上げたんですが、全然世の中が興味を示してくれませんで、ベンチャーは終わりました。ということで、合成できます。それで標準品ができるので、あとは解析ツールを作ろうというので、ただ一つは質量分析装置ですね。質量分析装置のタンデムマスを利用しました。でもう一つはレクチンをですね、巷にあるレクチンを基質の、結合特異性の異なるレクチンを数多く集めまして、それを個層化して、最初は43種類のレクチンを個層化してレクチンアレイを作りました。でこちらとこちらはそれぞれ特徴があります。こちらはですね、こういう構造を完全決定するのに質量分析でやります。ところが欠点は、分子が解析したい分子を生成しなきゃいけない、でかつ量が必要と。この技術今何人使われているかというと、例えばある製薬会社が抗体薬を作っている。で抗体薬っていうのはチャイニーズハムスターで作りますから、人間の動作とは全然違う構造ができるということで、抗体薬ですから大量に生産しますから、そういう大量の糖タンパク質の操作なら完璧に構造解析ができる。血液中の非常に微量な糖タンパクの糖鎖構造をこれで解析してくれというのは無理です。それからレクチンアレイ、これはですね非常に感度がいいんですね。だから非常に微量のサンプルでも解析ができる、プロファイルが取れる、こういうプロファイルが取れるんですが、構造の完全決定はできない。ですからこれの技術を何に利用するかというと、正常部分の組織とがん部分の組織をレクチンのプロファイルでかけると、がんの部分ではあるレクチンに非常によく染まるようになっているというのが即座に分かるわけです。でこれは、がん研究に利用できるんです。これはタンデムマスです。要するにタンデムマスの原理は、糖鎖を非常に弱いエネルギーで少しずつ壊していきます。壊していきますと、そのグリコシド結合が熱エネルギーの弱い順に切れていくわけです。その切れる順番は、例えば β13 結合と β14 結合では切れ方が違います。そういうのを全部データベース化するわけです。つまり元々のこの構造を、純品を自ら合成できるということがあって、初めてこういうことができたわけです。でその壊れ方を全てデータベース化したわけです。で、MS のタンデムマスのスペクトラルライブラリとして、ストックを作ったわけです。でこれはですね、ネドプロなんで製品を出さなきゃいけない、プロダクトを出さなきゃいけない。でこのシステムは、島津製作所と三井情報と産総研3社の合同で製品化して、今世に出ております。でつまりこれもデータベース化して、データベースとして公開しております。例えばこの構造ですね、
日本差で極めて簡単な構造なんですが、ガラクトースが上の枝についてるか下の枝についてるか構造体としては違います。これを見分けられるかどうか、親分子としては一緒です、分子と一緒です。でこれをだん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 壊していくと、最後の MS の3乗のところまでいくと、このパターンでこの2つを見分けることができるわけです、というような例です。でこれはですね、非常に感度がいい、つまりガラスの側面から全反射するように入射光を入れると200ナノメーターのエバレンスセンター波を生じます。蛍光物質がこの中に入ってくるとシグナルが出るのを CCD カメラで検出する。でこれもこの装置もこれ市販されてまして、これ非常に評判が良くてあちこちで売れております。で何ができるかっていうと、例えば眼部、これね実は非常に感度が良くて、病理組織標本の高々1ミリ、直径1ミリ、厚さ5ミクロンの組織をマイクロダイセクションで取ってきて蛍光でラベルして眼部と非眼部を比較すると、ここに E というレチンが明らかに違うシグナルを与える。でこれは E というのは実はもう WFA というレチンなんですが、その WFA というレチンは眼部をしっかりと染め上げるということが簡単にできるわけです。でこれはもう一つデータベースとして、これはですねいろんな巷に存在する100種類以上のレクチン、それぞれのレクチンの特異性を KD 値まで出して決めましょうというフロンタルアフィニティクロマトグラフィー、これもこういう自動化装置を作って、各種レクチンの特異性を決めました。でレクチンというのはいろんな構造にオーバーラップして反応しますけど、このデータを見ていただきますと、どのレクチンがどういう動作構造に結合するかが、格納されている。でそれも結晶化のデータと合わせますと、なるほどな、納得がいくと、こういう構造に反応しますよというようなことがあって、これを LFDB データベースと名付けています。でこれはもう一つ非常にハイスループットでパワフルなテクノロジーで、実は血清中とか組織にはタンパク、ほとんどが糖タンパクです。でこれをペプチで、トリプシンでパーフェクトに消化して短い糖ペプチド、ペプチドにしてですね、ほとんどのプロテオーベ屋さんはペプチドにしか興味ないんですが、我々はがんになると糖鎖構造で変化するってよく知ってますから、糖ペプチドだけを集めるわけです。でこの時に例えばさっき WFA っていうレクチンが胆管がんをよく染めるということなんで、 WFA というレクチンで、レクチンアフィニティでキャプチャーするわけです。そうすると癌性の癌になった特異的なエピトープを持った糖ペプチドだけがセレクトされて、そこでこのペプチドのシーケンスを決めればいいんですが、その時に糖ペプチドのままではイオン化しませんので、ここで N グリカナイスでこれを切ってですね、その時にスティーブルアイソトープをバッファーの中に入れておきますと、アスパラギンがアスパラギン酸に変わる時にスティーブルアイソトープがラベルされますので、ここに確かに、動作がついてたという証拠が残るわけです。でこの方法をレクチンでキャプチャーして IGOT、アイソトープでラベルして LCMS で、キャリアコアタンパク質を決めると。でこれこのテクノロジーで何が分かるかっていうと、ある癌性のエピトープを持ったタンパクで、その時のレクチンは何かで、コアタンパク質は何か、動作の深い位置はどこかから糖鎖の構造、これ完璧には分かりませんが、どのレクチンに結合するかという情報が得られるわけです。でこれを非常にハイスループットにできますので、今がんとかそういう疾患に関する情報は公開してませんが、正常状態のマウスのいろんな臓器でどういうタンパク質がどこに糖鎖を持っているというデータベースは今どんどん公開しております。でこれをグライコプロテインデータベースと称します。でこのテクノロジーを使うといろんな面白いことをやっています。これ非常にホットなペーパーで、先月、サイエンティフィックリポートっていうネイチャー系の雑誌に、公開したもので、実はですね200種類の糖転移酵素があります。その糖転移酵素はインビボで実際にどのタンパク質にどういう糖鎖を作ってるのか誰も知りません。ところがノックアウトを作ります。そうするとそのノックアウトのマウスはあるレクチンに対して当然変化します。染まり方がその変化したレクチンを使ってさっきの IGOTLCMS でコアプロテインを一気に決めます。そうすると糖鎖が変化することによって
マウスのフェノタイプはこの糖タンパク質の糖鎖が変化することによって起こったフェノタイプだということがこのハイスループットなテクノロジーで類推できるわけです。で、今200種類遺伝子がありますが、まあこれ最初の遺伝子ノックアウトしてやったんですが、今次から次へとやろうと思ってます。ということで我々はですね、まず技術開発ありきでこういう技術を開発してきました。で、これらの技術を、これメイドインジャパンの技術ですので決して外国に遅れを取る技術ではありませんので、外国の後を追いかけることはありません。それでこれは例えば搭載遺伝子の発現パターンを知るためのシステムなんですが、一言搭載遺伝子の発現量って極めて少ないんです。ですから定量性を持って測定することは DNA チップではできません。できないので我々は自ら全部インターナルコントロールを持ってますので、それとの比較でリアルタイムの QTPCR でコピー数まで測定できるシステムを持ってますと、見事に搭載遺伝子の発現っていうのは細胞のオリジンを反映しますし、細胞の成熟度分化度を反映しますということが分かります。それでまあそれらを今まで我々が積み上げてきたデータベースをこの JST の中で、データベース化させていただいているわけです。でこのプロジェクトには産総研、立命館、野口顕微研4社が参加しております。で、これはですね、JCGG ジャパンコンソーシアム for グライコバイオロジーとグライコテクノロジーという組織がありまして、当社研究者の中でコンソーシアムを組もうという組織なんですが、そこのお墨付きをいただいて JCGG データベースというふうに名付けております。で、これがアライアンスです。我々は AIST、私としかない。彼がドライパート、私がウェットパートで、なるべく、ウェットの研究者に役立つようなユーザーフレンドリーなデータベース構築を目指しています。で、こういう4つのデータベースを作り上げてきたは、産総研内部の産総研でプロデュースしたデータを自らデータベースを作ってきたのがこの4つのデータベースで、その他にも他の組織で作ったデータもデータベース化しています。でこれは糖転移酵素遺伝子のデータベース、グライコジンデータベースですね。それからこれがさっき言ったフロンタルアフィニティによる各種レプチンの糖鎖のバラエティに対する KD 値まで含んだデータベース。でこれがマスのデータですね、タンデンマスのデータです。でこれを見れば、糖鎖の構造解析ができるというデータベースです。それからこれがさっき言った糖タンパク質データです。でこれはもう実際にタンパクのどの部分に糖鎖がついているかっていう情報が得られますので、後でバイオマーカー探索に非常にヒントになるんです。つまり1種類のタンパクでも糖鎖がですね30本ついているようなタンパクもあります。だから糖鎖が1本しかないタンパクもあります。どちらがバイオマーカーになりやすいか、当然30本ついている方がなりやすいです。で肝臓がんマーカーで皆さんよくご存知のアルファフェートプロテインというのがあるんですが、あれは糖鎖が1本しかついていません。で非常に扱いにくいタンパクです。で、あとは糖鎖研究が広まらない理由は皆さんがテクノロジーを知らないということがありますので、これはもう日本の糖鎖研究のプロフェッショナルに頼んでですね、156名に頼んで各専門のプロトコール、非常に細かいプロトコールですね、 どこでどういう材料を揃えてどれぐらいの量の材料を入れて、そういう細かいプロトコールを書いてもらって JCGDB の中のグライコポッドとデータベースとして公開してます。どんどん増えてます。それからこれはドライの分野でキーワード検索ができるようにしました。それからあとストラクチャー検索ですね、このシンボルで検索するのとケミカルストラクチャーで検索するのと、こちらはバイオロジストが好んで使います。 こちらはケミストが好んで使います。横断検索ができるようにしました。これは具体例ですね。こういう構造でサーチかけますとこういう構造が飛び出してきます。これは化学構造で検索するインターフェースですね。でこれはですね、いろんなデータベースを作りました。一度覗いてみてくださいという、これは糖鎖を分解する時のデータベース。
から線虫のデータベースから、あとは、たくさんのデータベースを網羅しております。さて、それで、最後の5分ぐらいで、あとですね、このデータベース、日本だけでもちろん日本がイニシアチブを作ってユニークなデータベースとして世界に発信してるんですが、今や中国をはじめとしてアジアでも非常に TOSA研究が盛んになりつつあります。中国でつい最近大型研究費が TOSA研究につきました。日本は終わったんですが中国でつきました。そうするとあと5年後に中国が当然追いつくのは目に見えてます。これ見ればわかるんですが、中国の TOSA研究者の数がもうすでに日本より多くなってます。ということで、今のうちにアジアのコンソーシアムを作っておいた方が後々日本としても取り残されないんじゃないかという魂胆でアジアコンソーシアムを作りました。ということで、ジャパンのデータベースをアジアのデータベースに引き上げようと思ってます。で、これはですね、日本の我々がこうやって作ったデータベースのグループがですね、世界中に話を持ちかけますと、やっぱり TOSA構造のデータベースの RDF 化とそれを活用したアプリケーションの開発を進めているということで、この前の富山でのバイオハッカソンにロシアとドイツ人とアメリカとオーストラリア人が来てくれまして、で共通言語として RDF 化でセマンティックウェブに向かおうという同意が得られてですね、おそらく我々の日本のデータベースはインターナショナルのデータベースとして将来的には発展していくつもりです。ということで、そういう ACF とついこの間沖縄4月で沖縄で、まあ、アメリカとかオーストラリアの TOSA研究のボスどもが集まって会議をやりました。さて、最後ちょっとごめんなさい、時間があれなんですが、これデータベースを実際に臨床に応用して製品化までいったプロセスをお話ししておきます。データベースを作っただけじゃなくてですね、実は我々のテクノロジーが全てこのバイオマーカー開発に応用されています。からデータベースが応用されています。で、バイオマーカーを開発して本当に臨床に役立つバイオマーカーを開発するにはチームワークが必要です。臨床医、これも臨床上何が一番重要かっていつも議論しながら、私が研究統括をやって生化学者と病気をよく知っている病理学者と細胞をよく知っている細胞者、これらのチームワークが必要で、最終的にある、これ実は今非常にメジャーなジャーナルに投稿中で、ダメだったら3日か4日で帰ってくるんですが、今のところ1ヶ月待ってるんでおそらく大丈夫だと思ってるんですが、あるタンパク、糖タンパクですね、糖タンパクを見つけてですね、これが感染イカマーカーになると、でシスメク社という会社に話を持っていくとキット化してくれて、もうこれ測定できるようになって、で臨床医の学会と共同研究が始まって、今3000サンプル測定して、実は昨日 PMDA に製造承認の最終申請をしてきた、昨日ですね。で、これ何かっていうとですね、さっきちょっと肝臓がんの話が出て私質問したんですけど、肝臓がんっていうのはウイルス性で、B 型 C 型これだけの数がいます。数百万人います。中国行くとこれの15倍20倍いますので、ものすごい数の患者数です。つまりマーケットめちゃくちゃ多いんです。で、感染して急性肝炎を起こして慢性化して肝硬変になって肝臓がんが発生します。この過程は30年かかります。で、実は肝機能マーカーっていうのはこの急性肝炎 GOT-GPT のマーカーって皆さんご存知だけど、あれは急性肝炎を測定してるんです。こっから後のマーカーっていうのはありません。診断マーカー、今何が行われているかっていうと、病理医が針を刺して顕微鏡を覗いてどこまで慢性化が進んでいるかっていうのを肺炎やってるんですね。で、こんなことを針刺してたら患者にとっては負担だし、ましてや肝臓の悪い人ってのは出血傾向があるし、ということで血清で肝弁にこのどこまで進んだかというレベルを血清の数値で表せるマーカー、これぜひ必要なわけです。で、それを開発しました。糖鎖を使って開発しました。一つはこれ見てください。これ肝硬変です。これ慢性肝炎です。こちらからこちらに進行するんですが、レプチンの反応性を見ると、レプチンの反応性を見ると明らかに違います。明らかに違います。で、これを使ってこのレプチンにで、この慢性肝炎と
慢性肝炎と、肝硬変を見分けられる確率 100% 近く診断できます。でこれをですね、このレチンアレイでやってると時間がかかってしょうがない、2日かかるんです。これをオートマティックにシスメクシャの機械に応用するとですね、180サンプル3時間、つまり1サンプルだと17分で答えが出ます。でそれは、実際に臨床応用上極めて、有用なわけです。つまり患者さんが病院へ行って看護師さんに採血してもらって17分で答えが出て、お医者さんと会う時にはもうすでにその日の状態が分かっているというようなシステムを開発しました。で今これを申請中でして、ここのトリックはデータベースがどうやって役立ったかっていうのはですね、さっきのプロテイン X っていうのを検出するのにどのレクチンが最も有用か、これはですね、例えばこれ見ていただくと、実は血清中のタンパクってものすごくほとんどが糖素を持ってるんです。で歴史上ですね、フコースが肝臓の状態に反映するっていうのは論文にいっぱいあります。僕ら我々がそれはノーだと。なぜかというと、フコースという糖素はですね、ほとんどの糖タンパクを持っているんです。ということはバックグラウンドが非常に高いんです。で我々のデータベースの中から言えるのは、どのレクチンが最もバックグラウンドが低いか、それを選びます。次に選ぶのは糖素が最もたくさん本数の多いタンパク質、これはそれだけ結合力が強いんですね。マルチリガンドだから、マルチリガンドだから結合力が強い。そうすると非常に簡便な設計が作れる。そういうヒントをちょっと今言っときます。データベースを除いてそういうヒントのアイデアでデータベースから何か作ってください。それでうまくいきました。見事に肝臓がですね、ヘルシーからだん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 悪くなっていくと、この肝臓の悪くなっていく慢性化に従ってこの数値が上がっていきます。でこの辺になると肝臓がんが出てきます。だから私さっき質問した理由は、この辺になってる患者さんは肝臓がんの検診を3ヶ月に1回ぐらいは受けなさい。この辺の人は肝臓がんの検診なんか受けなくていいですよ、医療費の無駄ですよということで、医療費の節約のためにはこういうリスクファクター、肝臓がんになりやすいかなりにくいかということをちゃんと見分けることが必要で、もう一つ大事なことは、今ウイルスですからインターフェロンで治療します。インターフェロンが効いたのか効かないのかっていうのは、実は最近IL28 リセプターっていうポリモルフィズムがものすごく影響していると分かってます。ところがインターフェロンが効いたのか効かないのかっていうことを判定する方法論がない。このマーカーを使うと見事に判定できる。つまりインターフェロンを使うべきか使わないべきか、でこれを、最終的には保険診療まで持っていきたいので、今3000検体これだけの病院の先生方に協力してもらって3000検体測定しました。で今自動化装置でどんどん測定できるようになっています。であとこれ感染化マーカーなんですが、我々は実は他のマーカーをどんどん我々の基本的コンセプトに従って見つけております。今日は時間の都合上こういうがんマーカーもお話しできないんですが、実際に製品化して国民の皆様に役に立つようなマーカー開発をやっております。で実は糖鎖研究っていうのはまだまだもう大問題を抱えてます。皆さんに知っておいてほしいのは、まず質量分析装置は感度が悪すぎる、だから生体サンプルを測定できない。だからもう一つの欠点は、糖タンパク質を丸ごと測定できない、糖鎖を切り離さないと測定できない。まだまだ技術がいます。それから合成技術もぜひ必要です。タンパク質の血中の代謝を決めているのは糖鎖です。それから、あと機能解析、これ今どんどんやってます。それからバイオマーカーもどんどんやってます。で最終的にもう一つ役に立つのは、糖鎖ってのは臓器特異性があります。細胞成熟特異性があります。がん特異性があります。ステムセル特異性があります。それを体内イメージに使えないか、体内イメージに使うにはどういうプローブを開発したらいいかというのをデータベースを見ながら考えていただければありがたいと思います。ちょっとすいません、時間少しオーバーしますけど、ありがとうございました。